松本人志の疑惑報道によって被害を受けたとする告発者が後を絶たない。先日第4弾の文春法にて実名顔出しで告発を行った元グラビアアイドルの大塚梨花が話題になったが、これにより芸能界ではあるムーブメントが起きつつあるようだ。先日元女優の若林志保が過去に自身が受けていた大物芸能人 N から受けた被害を告白した。今回は松本人志の日ではない、元女優の若林志保が語った壮絶な体験談を彼女の過去のライブ配信をもとに紹介していく。一向に収まる気配のない松本人志の疑惑騒動。文春の相次ぐ報道に続き、今度はフライデーまでもが疑惑の飲み会の様子を写した写真を掲載した。記事によると写真は今から5年前の飲み会のものだという。写真をリークした女性の友人が松本と関係を持ったとのことだったが、強制されたわけではなく同意のもとということだった。しかしこれによってつい最近までこういった飲み会を開催していたことが明らかとなった。第4弾の文春に掲載された元グラビアアイドルの大塚梨花が実名顔出しで告発をしたことが話題を呼んでいる。この記事は松本が提訴するという方針を固めた後に出た記事であり、このタイミングでの告発は本人も訴えられる覚悟で証言をしていると判断されるため、裁判での心証は文春にとって有利なものになるのではないかとも言われている。松本の疑惑をめぐる騒動はこういった動きから松本個人や事務所すら飛び越えて芸能界という業界全体に影響を及ぼし始めている。そんな中、ある現象が起こり始めた。それは業界内での過去に受けた被害の告発だ。過去に受けたセハラやパハラを告発するムーブメントが増え始めているのだ。中でも松本人志の疑惑のインパクトをはるかにしのぐ凄惨な被害を告発したのが元女優の若林志保だ。彼女は松本人志の疑惑報道よりも圧倒的に重い話を時折涙を見せながら語ったのだ。 N さんって方なんですけど、ドラマで共演したんですね。それでその後映画でオファーをいただきまして、もうあんな大先輩の方にまた共演させていただけるオファーが来てるってことで、やっぱり嬉しいですよね。それで N さんご本人から連絡先を教えてくれって言われたんですよ。だけど私はお断りしたんですよね。それは関係ないことだから。だけどこう、まあいいじゃんいいじゃんみたいな言い方されて、その時私のマネージャーも2階の部屋に連れてかれちゃって、私一人で監督さんと N さんに囲われちゃってるみたいな感じだったんです。それで仕方なく携帯の番号をお伝えしたんですよ。それで当時私は一人暮らしをしてたんですけれども、ある時セリフ合わせをしたいと連絡が来て、ああ来た来た来たと思って、役者ってなんかセリフ合わせしたいとかって言って部屋で二人っきりになろうとするとか、そういう人結構多かったんですよ。でも N さんってちょっと粗暴なところがあるって有名だからなっていうのがふっと浮かんだの。もうこれはお断りしたらもしかしたらボコボコにされるんじゃないかと思って、当時まだ芸能界から去るつもりはなかったんで、今思えば考えが甘かったんですけれど、仕方なくその時一人暮らしをしてたマンションにその方を受け入れたんですよ。どうぞ上がってくださいって。それでその方ね、セカンドバッグ持ってたんですよ。それで今日プレゼント持ってきたって言われたんですよ。 N さんからプレゼントってなんだろうって、とにかくその N さんって日本を代表するような大物の方だから、そんな方がプレゼント持ってきてくれてるのかと思って嬉しかったんですよね、その時は。そしたらこういうなんかジップロックみたいなものの中に見たことないパウダー状のものが入っていて、それをね私のテーブルの上にポンって乗せたんですよ。であとガラスでできてる筒状のもの、それをポンって乗せたんです。あとアルミホイル、正直それが何かっていうのはその N さんからは聞いていません。それ以上の説明はなく、とにかくポンポン出していって、そしてそれで何かを作り始めたんです。そしてそれを吸い始めたんですよね。参ったなこれと思って、なんで私の部屋に持ってくるんだろうと。でも怒らせちゃうとやっぱり怖いんでね、怒らせないようにしよう、怒らせちゃいけないって思ってたんです。そして結果的に
私はその N さんに違法物らしきものを持ち込まれて、自分の家に禁された上で、同意なしに関係を持たされました。最終的には、なんでかわからないですけど、お前なんか芸能界にいられないように、ボコボコにして海に沈めてやる。とか、俺の周りにはそういうことができるやつがいるんだ、っていうふうに言われたんです。まあ、要は脅されたんです。それがね、1、2、3回ぐらいありましたね。私はそれで結果的に PTSD になっちゃったんですよ。私は父親以外の人に手を挙げられるのは初めてで。それと、最初に来た時だったかな。彼は車で来たんですよ。ベンツです。私は絶対やってません。私はやってないです。でも、彼は違法物を使用したから、車運転して帰れませんよね。だから私に車の鍵を渡したんですよ。あ、ごめんなさい、その前にね、私に目隠しをさせたんですよ。その状態で恥ずかしめを受けました。そしてその状態のまま放置されて、その間なんかシーンとしてるんですよ、その N さんが部屋にいるのに。それで私は目隠しをちょっと上げたんですよ。そしたら部屋を物色してたんですよね、その N さんが。何やってんだろうと思って、彼が何か帰る準備をしてたんですよ。それで車の鍵、私に渡したんですよね。多分、私のマンションの住所を調べてたんだと思うんですよ。それで私のマンションの下まで誰かを呼んだんです。その人と一緒に帰ってたんだと思うんですよ。で、私一人っきりになって、その車をその N さんの事務所のマネージャーさんがどこどこの駐車場にいるからそこまで持ってってくれって言われたんですよ。私ペーパードライバーだから緊張しつつ、とにかく車をまず移動させないとマネージャーさんも待ってるってことなんで、パーキングについて5分10分くらい待ったらマネージャーさんがいらして鍵を渡して自分の家に戻ったんです。このような壮絶な被害に遭った若林は自身の所属していた事務所に助けを求めたという。しかしそんなことがあって、私は当時の事務所の社長に相談したんですけど、助けてくれない。お前捕まるよって言われて、でも私は捕まるようなことはしてませんから。それで、その後も映画の撮影現場では、今度はボコボコにされて、ペットボトルに水が入ってるものを投げつけられたり、さらに手を挙げられ続けて、1時間か2時間ぐらいです。気づけばもう明け方でした。でもその日は撮影の日だった。N さんがなんで怒ってんのかもわかんないんですよ。一人怒ってるんですよ。N さんの様子はおかしかった。私に手を挙げて、怒って、なんか普通ではない、異常な怒り方なんですよね。もう自分のことしか考えてない怒り方。でもその日はもう撮影だったからメイクしなきゃいけなかったから、そう言ってその場を後にしようとして、やっと解放されました。けれどももう、その時の私の目はパンパンですよ。真っ赤でパンパン。でも誰もそれに触れる人はいなかった。そこからですね、なんだかわからないけどお酒の量も増えていって、もう過食症になって、コンビニでお菓子買ってレンジでチンするいろんなものを買いだめして、食べ吐きって言うんですかね、口の中で咀嚼して飲み込まずに吐き出すっていうのを繰り返しました。 N さんにされたことで自分の中に獣物が入り込んだような気がして、それを吐き出したかったんです。それで天まで届けっていうドラマに出た時に泥棒扱いされるような出来事があって、ああもうこれも芸能界無理だって分かったんです。その後彼女はたまたま近所で起きた人事件を目撃するのだが、自身とは全く無関係のはずのその事件を、 PTSD を患っていた彼女は、 N さんが私の命を奪うために資格を送ってきたんだと思い込むようになってしまったという。そんな辛い日々を送る中、問題を解決すべく N さんに会おうと決心し、事務所へ単身で会いに行ったのだという。事務所に電話をして N さんとお話をしたんですよ。でも N さんケロッとしてるんですよね。それで N さんは私の変わり果てた風貌を見て、彼はびっくりしたんですよ。応接間に通してもらって、後から入ってきた N さんは、どうした、お前太ったなって、もう別人です。髪の毛ベリーショートでパンパンな顔してたんで。それで私が精神科に通っていることを説明しました。そしたら N さんはハッとして、もう声がひっくり返っちゃって、そ
それで N さんは応接間から出てっちゃったんです。この状況は、これもう賭けですよ。消されるのかもしれない、命を奪われるかもしれないと思った。一人にされたけど、私も長くいたら失礼だなと思って出てったんです。それで応接室を出たら、 N さんとマネージャーさんが腕組みをして、下を向いて微動だにもしなかったんですよね。それで、うん、なんとなくわかったんですよね。私は PSD を患っていたために、 N さんに消されると思っていた。その考えから抜け出すことができなかった。でもその時、それは違うとやっと確信することができたんです。そしてそのまま会話することもなく、私はエレベーターに乗って下に降りていこうと思った時です。私が振り返ったら、 N さんとマネージャーさんが床に頭を押し付けながら、ありがとうございましたと言いながら私に頭を下げたんですよ。ここでやっと安心しました。だけど、私は芸能界も辞めなくてはいけなくなった上に、いろんなことがもうふざけんなっていう気持ちがあふれて、これで N さんを許すなんて絶対ありえないと思って、私はもう一回事務所に電話をしたのですが、事務所の人が N さんをかばって、それ以降会うことはできませんでした。その後、今はもう芸能界と全く関係ない人が動いてくれて私を助けてくれたのですが、これ以上はちょっとお話できないんですけれども、でも結局、直接謝罪していただくことは叶いませんでした。今はもう PSD もだいぶ落ち着きました。ただその N さんに関してだけは、もうやっぱ怖いですよね。やってる人は賢いからわかるでしょうけど、その人だけは絶対捕まりませんね。なんでかわからないけど、芸能人でも摘発されてる人はいるけど、その人だけは捕まらない。だから私は今回、覚悟を持ってお話をさせてもらいました。ほんと捕まってほしい。私に謝罪するつもりがないんだったら、捕まってほしい。警察の人にちゃんと動いてもらって、その N さんを捕まえてほしいなと思います。謎の力が働いたことで、なぜか捕まらないという N。これらの証言はまさに、若林にとって命がけの告発といったところだろう。明言はしていなかったものの、おそらく彼女の語りぶりから、警察にも彼女が受けた被害の情報は伝わっていると思われる。現在も捕まらないという芸能界の大御所 N。すでに芸能界から身を引いているのか、それとも私たちの感知していない強い力が働いているのか。松本人志の騒動によって、今後も同様の告発が続いていくのかもしれない。そうなれば芸能界の闇が一掃されることとなるのだろうか。一体芸能界は今後どうなってしまうのだろうか。松本人志の騒動の行く末とともに注目が集まる。